バレンティーナ・シェフチェンコは、キルギスの女性総合格闘家。元プロボクサー、キックボクサー、ムエタイ選手。ビシュケク出身。アメリカ合衆国ネバダ州ラスベガス在住。タイガー・ムエタイ所属、現 UFC 世界女子フライ級王者。UFC 女子、パウンド・フォー・パウンドランキング2位。キルギス人及び、ペルー人史上初の UFC 世界王者。 バレンチナ・シェフチェンコとも表記される。両親はウクライナに住んでいたが、スターリニズムの粛清で強制移住させられ、シェフチェンコは、キルギスソビエト社会主義共和国で生まれた。キルギスタンムエタイ協会会長であり、元ムエタイ王者であった母親の影響で、幼い頃から、姉のアントニーナと共に5歳からテコンドー、12歳からムエタイ、キックボクシング、 それからさらに散歩、柔道、レスリング、ボクシングなど様々な格闘技に励んだ。キルギス国立芸術大学で映画監督部を専攻し卒業している。クーンルンファイト時代のシェフチェンコシェフチェンコは、ムエタイト、キックボクシングで、プロ通算57勝2敗という戦績を誇り、アイフマ、コ行、WMC、クーンルンファイトなど数々の団体の世界タイトルを、 獲得した。2006年から2008年にかけて、後の UFC 世界女子ストロー級王者であるヨアナ、イエンジェイチックと3度対戦し、すべてシェフチェンコが勝利している。2010年5月8日、移住先のペルーで、プロボクシングデビュー戦を行い、10R 判定勝ちを収めた。ボクシングのプロ通算戦績は二千二勝一年月日、歳で、 プロデビュー。デビュー戦から7連勝を挙げるが、ムエタイと、キックボクシングに専念するため、総合格闘技を2006年から2010年まで、休止した。2010年9月30日、約4年半ぶりの総合格闘技復帰戦となった C、サンファイズで、リズカムーシュと対戦し、シェフチェンコがカットをして、ドクターストップにより、TKO 負けを喫した。 UFC 契約前の唯一の敗戦となったが、シェフチェンコのカットが反則のグラウンド状態での、下からの蹴り上げで負った傷であったため物議を醸した。2011年4月30日、アクヤルキンバイトルバイワと対戦し、カムーシュとの敗戦からの復帰戦を勝利するも、アマチュアムエタイに専念するため、再び約2年半総合格闘技を休止した。 UFC2015 年12月19日、UFC デビュー戦となった UFC オンォックス17で、女子バンタム級ランキング5位のサラカフマンと対戦し、2から1の判定勝ち。2016年3月5日、UFC196 で女子バンタム級ランキング4位のアマンダ・ヌネスと対戦し、0から3の判定負け。UFC 初黒星を喫した。 2016年7月23日、UFC オンフォックス20のメインイベントで、女子バンタム級ランキング2位のホリー・ホルムと対戦し、3から0の 5R 判定勝ち。2017年1月28日、UFC オンフォックス23で、女子バンタム級ランキング2位のジュリアナ・ペーニャと対戦し、2R に腕ひしぎ十字固めで一本勝ち。パフォーマンスオブザナイトを受賞した。 2017年9月9日、UFC215 の UFC 世界女子バンタム級、タイトルマッチで、王者、アマンダ・ヌネスと再戦。1から2の5 r 判定負けを喫し、王座獲得に失敗したが、シェフチェンコが勝利していたという声も上がる接戦となった。2018年2月3日、新設されたフライ級に階級を落とし、UFC ファイトナイト、マッチラ VS。 アンデルスでプリシラカショエーラと対戦。合計打撃ヒット数230対3という大差がつく一方的な展開となり、ニアルにリアネーキドチョークで一本勝ち、パフォーマンスオブザナイトを受賞した。UFC 世界王座獲得2018年12月8日、UFC231 の UFC 世界女子フライ級王座決定戦で、 元 UFC 世界ストロー級王者のヨアナ、イェンジェイチックと対戦し、3から0の 5R 判定勝ち、王座獲得に成功した。2019年6月8日、UFC238 の UFC、世界女子フライ級タイトルマッチで、女子フライ級ランキング1位の挑戦者、ジェシカ・アイと対戦し、2R に、左ハイキックで失神小勝ち、王座の初防衛に成功し、 パフォーマンスオブザナイトを受賞した。2019年8月10日、UFC ファイトナイト、シェフチェンコ VS、カー・ムーシュ2の UFC、世界女子フライ級タイトルマッチで、女子フライ級ランキング3位の挑戦者、リズカ・ムーシュと、再戦し、3から0の 5R 判定勝ち。ジャッジ全員が、フルマークをつける圧勝で9年越しのリベンジを果たし、2度目の、王座防衛に成功した。 2020年2月8日、UFC247 の UFC 世界女子フライ級タイトルマッチで、女子フライ級ランキング1位の挑戦者、ケイトリン・チュケーニアンと対戦し、マット・ヒューズポジションでのパウンドでサンティコ勝ち、3度目の大座防衛に成功した。2020年11月21日、UFC255 の UFC 世界女子フライ級タイトルマッチで、 女子フライ級ランキング3位の挑戦者、ジェニファー・マイアと対戦。再三にわたって、スピーディーな左フックや、左ストレートをヒットさせ、3から0の 5R 判定勝ち、4度目の大座防衛に成功した。2021年4月24日、UFC261 の UFC、世界女子フライ級タイトルマッチで、女子フライ級ランキング1位の挑戦者、ジェシカ・アンドラージと対戦。 グラウンドで終始圧倒し、マットヒューズポジションでの肘打ち連打で日記小勝ち、5度目の王座防衛に成功した。ありがとうございます。